エルバート・ヘンリー・ゲイリーは、アメリカ合衆国の弁護士、実業家、裁判官、執行役員、US スチール第二代社長。鉄鋼価格固定化のため、ピッツバーグプライス制を定めたことでも知られる。イリノイ州ウィートンの生まれ。元は、イリノイ州の軍判事、シカゴ弁護士会会長を務め、1890年代には、イリノイ放送会の中心的存在であった。 1898年に成功会社フェデラルの設立に再始社長に就任しその後実業家となる。1901年にパートナーのジョン・モルガン、アンドリュー・カーネギー、チャールズ・エム・シュワブを結集。US スチールの主要な創設者となる。その後 US スチール設立に力を注ぎ、1903年より代表取締役社長となる。 1906年に設立したインディアナ州ゲイリーは、鉄鋼の街で、彼の名前に由来する。またはエストバージニア州ゲイリーも彼にちなんで名付けられた。トラストバスティングで、当時大統領であったセオドアルーズベルトが、ゲイリーは、鉄鋼トラストの責任者であると述べたとき、ゲイリーはそれを褒め言葉だと考えた。二人の男性は、 ルーズベルトが他の信託の指導者とコミュニケーションを取ったのとは異なり、非対立的な方法でコミュニケーションを取っていたのである。妻のエマティ・タウンゼント、ありがとうございます。